で、今日はですね、この本ですね、青い狐、ドゴンの宇宙哲学、マルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディティルラン、非常に偉大な文化人類学者ですね、2人とも、極めて重要な本で、この本に書かれている神話というのは最高の司祭のほんの一部、一握りの人だけが所持しているものなんですね。ドゴンの長老たちの、信頼を得て、この最奥義といえるような一番深い部分の彼らの哲学を開示されたわけですね。で、彼らの神話の中にそのシリウス星系に対する神話があると。で、これが現代の天文学をはるかに上回る知識を彼らは有していて、現代の天文学者も全く知らないことをいっぱい知っているということなんですね。明らかに彼らが保持している伝承というのは非常に古いもので、これまでここでお話しているようにアトランティス以来のものだと思うんですね。だから紀元前1万年を下らないだろうと、そこからずっと受け継いでいるものであろうと思われます。で、これまでお話ししてきたようにピラミッドっていうものが、かなり古いものであるということはほぼ明らかなわけで、さまざまな数学天文学が隠れているんですけど、彼らの知識は科学的知識のみならず霊的な知識をピラミッドの中に封印をして書き込まれているというのかな。北と南の社交ですね、王の間、王妃の間から出ている社交がどうしてそれぞれの星を目指しているのか、指しているのかというようなことですね。で、それは何を意味するのか、そういうことがドゴンの神話を見るとシリウス星系というのが非常に重要な意味を持っているということが分かる。で、そのシリウス星系についてもっと詳しく知らないとそこの謎が解けないわけですね。で、先ほどロバート・テンプルの本ではですね、一番肝心なところが抜けてしまってて、あれでは分からないわけです。で、それで、今日はですね、この青い狐の神話の部分ではなくてシリウス星系に関する伝承の部分ですね、ここを取り上げて何が書かれているかということをもう一度検証したいと思います。ドゴンの伝承というのはこういう感じのことが書いてあると。このシリウス星系の話ですね。シリウスがこういったものの楕円の焦点になっているということでしたね。で、これシリウス、あるいはシリウス A で、このその周りを回っているフォニオの星っていう、これはポトロっていうわけですけども、これがですねシリウス B で、これが一番重要な星だということですね。この星が一番大切な星と。で、特にこの三つ星ということの関係になるわけですけど、おそらくね、これをピラミッドと同一視したと僕は思っているんですね。クフ王のピラミッド、これをですねポトロ、この真ん中のやつ、これをエンメア、女のモロコシの星、シリウス B ですね。メンカウラオ、これはニャントロ。エンメアの周りを回る小さな星ですから、ちっちゃくなってるんだね。で、これで表現した。だから実を言うと、このオリオン座のこの三つ星はですねシリウス星系を表現してるんですね、このシリウスとセットで。だから本当はこれはオリオン座の一部なんですけど、これは本当はここにあるわけだよね、この近くにあって。で、全然見えないものを見える形で表現して、でこれをシリウス B と象徴的に同一視したっていうことなんですね。